とりあえずいろんなことに慣らしていくということですかね、まずは体を慣らしていくということもそうですし、あとはやっぱりボールフィーリング、そこの部分っていうのは、一旦こうシーズンオフが入って、やっぱり結構こう鈍っちゃってるところもあるので、そういったところ、あと目ですかね、目のその感覚っていうんですか、いろんなこう速さになれるだとか、視点の合わせる、ピント合わせることになれるとかっていうところは結構意識してやってます。